ナンバー・アンダーライン・アイ1周年、個性の融合が織りなす奇跡。彼らの魅力に迫る。ナンバー・アンダーライン・アイが持つ魅力は、個々のメンバーがそれぞれの個性を発揮しながらも、一つの強力なユニットとして機能している点にあります。ナンバー・アンダーライン・アイが1周年を迎えたこの瞬間は、単なる記念日ではありません。これは新しいショーの幕開けであり、彼らのこれまでの努力と成長を象徴するものです。 1>, 1年前、ショヒラの、ユタジングジ、ユタキシという3人の才能をあふれる若者が手を取り合い、ナンバーアンダーライン愛としての旅を始めました。その旅は、ファンや業界に多くの驚きと喜びをもたらしました。そして、この1年で、彼らがどれだけのことを成し遂げ、どれだけの人々に影響を与えてきたかを振り返ると、その成長と進化はさに目を見張るものがあります。 ナンバーアンダーラインアイのファンである i l イズたちは、この一年を共に過ごし、彼らの音楽やパフォーマンスに感動し、励まされてきました。彼らの活動を通してファンが得たものは、ただのエンターテイメントだけではなく、希望や勇気、そして夢を追いかける力でした。彼らの音楽は、心の中で響き続けるメッセージを持っており、そのメッセージは世代を超えて共感を呼び起こすものです。特に、 この1年で発表された新ビジュアルは、彼らの自信と愛情、そして新たなステージへの決意を象徴しています。この1年、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそれぞれが個々に成長し、グループとしても新しい挑戦に取り組んできました。彼らが直面した困難や挑戦は、ただの試練ではなく、新たな可能性を切り開くためのステップであったことは明らかです。ファンはその過程を見守り、時に励まし、 時に一緒に喜びを分かち合いました。そして、何よりも重要なのは、彼らがこの1年を通して常にファンを大切にし、ファンと共に歩んできたことです。I.L.I. ズたちの愛とサポートが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって大きな力となり、次のステージへの意欲をかき立てたのです。このようにして迎えた1周年は、まさに感動的な瞬間です。しかし、ここで立ち止まることはありません。 これは彼らの旅の一部であり、まだまだ先には多くの挑戦と可能性が広がっています。新ビジュアルはその象徴として、ファンや業界に、これからも進化を続ける、という強いメッセージを送っています。ファンからの、これからもついていくよ、という声援は、彼らの決意をさらに強固なものにしています。興味深いことに、この1年の活動は、ただ音楽やパフォーマンスにとどまらず、 メンバーそれぞれのキャリアや個人的な成長にも反映されてきました。諸平野はのリーダーシップとカリスマ性でグループを牽引し続けています。彼の一貫した努力と決断力はメンバー全員のモチベーションを高めチームとしての結束を強めました。ユタジングジは独自の表現力と感受性を持ち音楽に新しい息吹を吹き込んでいます。彼の想像力は グループ全体のサウンドやビジュアルに大きな影響を与えました。ユタキ氏は、その明るい性格と柔軟な適応力で、常にグループにポジティブなエネルギーを注ぎ続けています。彼の存在は、グループ内のバランスを保ち、全体を一つにまとめる役割を果たしてきました。この3人が集まったことで、ナンバーアンダーラインアイはただの音楽ユニット以上の存在になりました。彼らの個々の才能が融合し、 一つの強力なユニットを形成しているのです。そして、この一年の活動を振り返ると、彼らがいかにしてその力を発揮し、次のステージへの足がかりを築いてきたかがわかります。それは、ファンとの強い絆を大切にしながら、常に新しい挑戦に向き合う姿勢を持ち続けた結果です。しかし、一周年を迎えた今こそ、次のステップについて考える時でもあります。 これからのナンバーアンダーライン愛はどのように進化し、どのような新しい景色をファンに見せてくれるのでしょうか。彼らの音楽やビジュアル、そしてメッセージはどのように変わり続けるのでしょうか。その答えは、今後の活動に期待するしかありませんが、一つ確かなことは、彼らは常に進化を続け、ファンの期待を超える存在であり続けるだろうということです。また、i l y s たちはこの一年を通じて、 ナンバーアンダーライン愛の成長を目の当たりにし、その度に共に参加してきました。彼らの応援は、ただのファンとしての行動以上のものです。それは、メンバー一人一人の心に響き、彼らに新しい力を与えるものでした。ファンとアーティストの関係は、時に一方的に感じられることもありますが、ナンバーアンダーライン愛とアイエルワイズの間には、双方向のコミュニケーションと深い絆が存在します。これは、 他のどのグループにもない特別な関係であり、これこそが彼らの成功の大きな要因の一つです。さらに、この1周年を機に、彼らがどのようにしてこの先の新しい挑戦に取り組むかにも注目が集まっています。音楽業界は常に変化し続けていますが、ナンバーアンダーラインアイはその変化に対応し、時には先導してきました。彼らの音楽スタイルやパフォーマンスは常に進化し、新しい要素を取り入れながらも、 自分たちのアイデンティティを失わないというバランスを保っています。このバランス感覚こそが、彼らの成功の鍵であり、今後もさらに進化していくことでしょう。結成当初から、彼らは多くの壁に直面しながらも、その度に乗り越えてきました。時には厳しい批判やプレッシャーもあったでしょうが、それを糧にして成長してきたのがナンバーアンダーライン愛です。そして今、彼らはその経験をもとに、 さらに高い目標に向かって進み始めています。ファンの声援に支えられながら、彼らは新しいステージに挑戦し続けるでしょう。1周年を迎えた今、彼らにとってもファンにとっても、これからの未来は非常に楽しみなものです。この1年で得た経験と学びを生かし、さらに飛躍するための準備は整っています。これからもナンバーアンダーライン愛は、その独自のスタイルとメッセージで、 多くの人々に感動と希望を届け続けるでしょう。そして、彼らの旅に終わりはありません。ナンバーアンダーライン愛の旅はまだ始まったばかりであり、1周年はその一歩に過ぎません。これまでの活動がどれほど充実していたか、そして彼らがこれから歩む道がどれほど光り輝いているかを考えると、ファンとしての期待感は尽きることがありません。ファンが熱く支持し続ける理由は、 彼らの誠実さとプロフェッショナリズムにあります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは常に自分たちの音楽やパフォーマンスに全力を注ぎ、それを通して感謝や愛情をファンに伝えてきました。ファンとの関係は、の1年でさらに深まりました。SNS を通じて彼らの日常を垣間見たり、ライブやイベントで直接彼らと触れ合う機会が増えたりする中で、彼らとファンの間には強い信頼と絆が築かれています。 新ビジュアルの公開も、ファンにとっては特別な瞬間であり、それを通して彼らのさらなる成長や進化を感じることができました。視覚的な変化は、単なるファッションやスタイルの変化ではなく、彼らの内面的な成長や今後のビジョンを象徴しています。1周年を振り返ると、ナンバーアンダーライン愛は様々な挑戦に挑んできました。音楽のスタイルやパフォーマンスは、従来の枠にとらわれず、 新しい要素を取り入れることで進化を続けていますこれは彼らのクリエイティビティと探求心の表れであり、常に新しいものを追求する姿勢がファンを魅了し続ける要因です。また、彼らは多様な媒体やプラットフォームで活躍の場を広げ、音楽だけでなく映像作品やイベントなど、多方面での活躍が見られます。この多彩な活動こそが、彼らの無限の可能性を感じさせます。さらに、 ナンバーアンダーライン愛が持つ魅力は、個々のメンバーがそれぞれの個性を発揮しながらも、一つの強力なユニットとして機能している点にあります。諸平野のリーダーシップ、ユタジングジのクリエイティブな感性、ユタキシの明るくポジティブなエネルギーが組み合わさり、唯一無二の化学反応を生み出しています。彼らは個々の才能を尊重し合い、グループ全体の成功を目指して努力し続けています。また、 彼らがこれからどのような道を歩むのかについても、多くのファンが関心を寄せています。音楽業界は常に進化しており、新しいトレンドや技術が次々と登場します。そうした変化の中で、ナンバーアンダーライン愛はどのように自分たちのスタイルを保ちつつ、さらなる進化を遂げていくのでしょうか。彼らの未来には、多くの可能性が待っており、そのどれもが期待に満ちています。